もしもし、出れなくてすいません、鮫島フラムです。とんでもございません、メールいただいていたのに遅くなってしまいました。全然もうちょうど暇してましたよ。一応僕もね、車買ったんですよ。でもおや、そうです か、うん、だからどこでも行きますよ。あ、早いですね、ステップアップが。そうですか、それではですね、来ていただいてもよろしいですか。はい、行きます行きます。じゃあ近くに着いたらまた電話しますね。かしこまりました、お待ちしております。どうも、失礼いたします。行くぜギガさんとこ、とうとう来たぜ。俺の体をスキャンしてもらう時間がよ。ここか。あ、ギガさんだ。どうも、来ました。どうも。ではですね、研究所に入る前に、はい、私がどのような研究をしてるかというのを見ていただいてもよろしいですか。はい。これもしかして噂の、はい、センチメンタル号という喋る車です。本当に喋るんですか。それにはですね、起動シーケンス、発信シーケンスを開始する必要があります。あ、聞こえました。これで起動いたしました。はい。で、これ、それではですね、センチメンタル号自己紹介をさせます。おお。こんにちは、私はセンチメンタル号。お、天才科学者ドクターギガによって改造された AI 搭載の超高性能移動型要塞です。おお。ようこそセンチメンタル号へ。はじめまして。センチメンタル号はあなたを歓迎いたします。あ、よかった、はい、まずは歓迎してくれるそうですね、センチメンタル号。お歌も歌えるんです。お、聞きたい。どんぐりころころどんぶりこお池にはまってさ、ちょっとまだ練習中なんですけど。そうですね。まあでもなんかビブラートがね、非常に効いてるので。そうですね、うん、あ、褒め上手な方です。いい能力だと思いますね。AI なんでね、はい、いろんな言葉を覚えてるんですよ今。うん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 。なので、あの、いろんな方にこう、言葉を覚えさせていただいてるんですけれども、何かこう言葉を覚えさせてくれませんか。ああ、わかりました。じゃあ、本日喋れるようにはならないんですけれども、じゃあおひけなすって覚えて、おひけなすって覚えていってください。あの、いつ使うんでしょうか。ね、来たる時に使っていただければと思うんですけど。確かにね、バシッと決まった時気持ちいいですからね。おひけなすってですか。はい、わかりました。では、あの、覚えさせておきます。おーおー、すごー、どう、真っ白や。おー、研究所だ。はい、かっけー、私の研究所です。かっこいい。はい、ありがとうございます。すごい、ああ、3面モニターでね。はい、これの吸音材もあるので、騒いでも大丈夫っていう。おお、音がね、ちゃんと吸収してくれるのでね。なるほど。あんで、そうだそうだ、なんか、そう、ギガさん音楽をやられてるっていうのは。ああ、そうそうそう、聞いたんですよ。実はですね、はい、電子ドラッグを作っています。電子ドラッグですか、はい、中毒性があって一度聞いたら頭から離れなくなってしまうという。そんな着信音、電子ドラッグを作っています。しかもそれを、じゃあ着信音ってことは誰かが着信音として使ってるんですね。そうです。それでいろんな人の耳に入ることで、このロスサントスの住民たちの、脳を洗脳しようと思っております。はい、一曲お聞かせいたします。 ありがとうございます、聞いてみたいっす。はい、はい、では、誰の着信音、カム鎌田さんという方の、着信音、着信音、あ、カム鎌田さん会いましたんでね、ちょうどいいです。そうですか、うん、あ、では、聞いてください。カム鎌田、カム仲間、はい、はい、はい、鎌田さん、お電話です。カマダンのカマカマ、カマダンのカマダンの、カマダンのカマダンの、ゲラゲラ。ありがとうございます。素晴らしい。はい、これが私の電子ドラッグ。いや、しかも、はい、カム鎌田さん、こんないい着信音使ってんすか。あ、そうです。はい、私依頼していただいたのでね。
あれを広めていただければこのロスサントスの住民たちの脳を、溶かすことができるはずです。うわめっちゃいいじゃないですか。これは電子ドラッグスはカムカムだカムカムだカムカムだ。ちょっと調子によってもう一曲披露してもいいですか。あ、はい、お願いします。BMC の従業員でいらっしゃる紫藤真紀美さんという方の着信音です。真紀美さんですね。はい、はい、ではプッツ聞いてください。ゴッドエンジェルマキアート。マキピさんお電話です。レッツゴー。ゴッドエンジェルマキアート時代を獅子の翼。ゴッドエンジェルマキアート。こちらです。あの妹筋肉もすごいっすね。はい、ダンス付きです。すごい。ありがとうございます。ああ。美香さんの音楽披露してもらったところで、なんか僕もちょっと体から出る音を組み合わせて、はい、イントロクイズを作ってきたんですよ。イントロクイズ？はい。で、僕アニメ、あの日本にいた頃結構僕アニメソング聞いてたんですけど。あ、私も日本のアニメ好きですよ。あ、そうですか。じゃちょっと一曲だけイントロを、いいんですか。僕の体で鳴らすんで多分著作的には大丈夫なはずなんで、はい、シュガーソングとビターステップですか。正解でーす。すごい。 いや、それです。途中からこうじわじわはい、分かってきました。意外と分かるもんですね。ドラムだけでも、うん、これちょっと私新感覚かもしれない、この街で。やったー。ちょっとこれでね、一芸として披露していこうかなと、はい、いや全然やっていけますよ、うん、はい、ありがとうございます。素晴らしい。 いや、よかったよかった。すみません、あなたの体のことをお聞きしてもよろしいですか。はい。ナノチップを埋め込まれたとおっしゃっていましたか。そうなんですよ、体の中に。うん、それはですね、何歳ぐらいか覚えていらっしゃいますか、具体的には。物心つく前だったので、おそらく0から小学校に入るぐらいまでの間にはもうっていう感じですね。うん、はい、なるほどなるほど。僕の記憶の中ではすでになってたですね。ではちょっと体の中を見てみたいと思います。はい、すいません、ではベッドの方にどうぞ。はい、スキャンされて体を楽にしてくださいね。はい、それではスキャンを開始いたします。新たな診断結果は目の前のモニターに表示されます。はい。おお、あなたの上のカメラがあなたをスキャンしております。すごい。なんだ、あ、来た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 、何か入ってくるぞ。あ、すごい。ああ、す、出ましたね。すごい。はい。すごい。なるほどなるほど。すごい。いやいや、非常に面白いですね、鮫島フラムさん。なんかあれって打楽器、まあいわゆるドラムと呼ばれるドラムセットに座ってるイメージですよね。はい、そうです。私以前にこの、検査をですね、2人の方に施したのですが、はい、はっきり言ってその人以外の、ものが現れるのはこれが初めてです。おお、やはりあなたの体の中には確かに、ドラムと言われる楽器が入っているということでしょう。あ、そうなんですね。音楽をやるマシーンとして育てられようとしていたのかな。そうかもしれませんね、うん、なんか偶然ドラムのような音ではなく、多分あなたのご両親が明確な意思を持ってドラムという楽器をあなたの体の中に埋め込んだと言ってもいいでしょう。そういうことだでしょうね。それはもう、じゃあやっぱこの街では音楽やっていきますよ、ありがとうございます。それがいいと思います。分析したことでお話しさせていただくとですね、はい、あなたは改造人間にされたとおっしゃっていましたね。はい、体からドラムの音が鳴る改造人間、うん、やはり体に埋め込まれたナノチップが原因なわけですよね、うんうんうん、そうですね。つまり正確には物理的に体からドラムの音が出ているのではなくてですね、
あなたの体内のナノチップが体の衝撃音を変換して、そして口がスピーカーとなって発せられているんではないかと思います。だから僕、はい、そのこの音鳴らしてる時も口が動いてたんですね。その通りです。自動的に動いてたんですよ。喋ってるつもりはないのに、はい、だから口が開いて、はい、あ、じゃあ僕の口から出てたんですね。もうどっから出てんだろうって思ってたんでね、正直。あということはですよ、そのナノチップの設定をもしかしたらいじることができればですね、はい、他の音も出せるかもしれないというわけですよ。そういうことですよね。そうなんですよドクター。今、はい、スキャンされたことによってナノチ、うん、胸の何か埋まっている何かが変化が起きたような気がするんですよね。それは興味深い。ちょっと聞かせていただくことできますか。なんか胸のスイッチを、イメージしろ。胸のスイッチをこう切り替えると、はい、あ、なんか楽しみすぎる。ケツの音が変わりました。ケツの音が変わ、そこが変わるんですか。ケツの音、あ、でも、あ、胸の音も変わりました。本当ですか。うん、あ、変わってる変わってる。すごい、なんか テクノみたいな。あ、変わりましたね。うわー、すごい、うん、うわー、ナッシングブンバンバンブンバンバンブンバンバンブン、いけそうですね。いけそうです。クラブミュージックみたいな。うわーすごい。スキャンで目覚めました今の。目覚めましたね完全に。え、今のこういうのとかも、じゃあ私のちょっと待ってくださいね。聞こえますか。はい、聞こえますよ。あ、なんか、うん、聞こえてます。こういうのに合わせますね多分ね。いやーすごーい。多分どこかでこれできますよ。これでクラブミュージックみたいなこともね。そうっすね。これ心を通わせあってね、はい、もう少しシンクする感じになれば、そうです。 R からではなく、そうです、そうです、あの Y から始まるね。そういう、そう、その心をシンクするような部屋に入ったりするとね、なんかシンクの部屋が、ね、できそうですよね。そうです、シンクの部屋があればいけそうですね。そうですよね。例えばですね、はい、理論上は他のことも、例えばその一つ一つにこう声をアサインして、あの住民の方の声をこのアサインすることによって、おー、あの誰かの人間ドラムという住民の声ドラムもできますよね多分ね。なるほど、これもなんか、はい、チップをもらえそうですね。もうこれで生きていけそうですね。いや、いけますよ。すごい、あなたの あの無限の可能性を感じます。僕も可能性を広げてもらった感じがします。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ちなみにお尻から出るって面白いですね。あ、お尻も出るんですよ。けどね、これもここに来てからの発見なんですけど、ね、ケツが結構いい音が鳴るっていうね。本当ですか。うん、へえ、そうなんですか。なんか私もできるかな。叩きましょうか。ちょっと待ってくださいね。全然鳴らない。普通のケツドラムみたいな。ちゃんとケツの音が鳴ってます。ドクター、私、ドクター、ちゃんとケツの音が鳴ってます。ダメですね。ちゃんとケツの音ですね。行かない。いや、もうでもドクターにはね、ちゃんとキーボードがありますから、ね、まあまあそうですね、はい、いや残念。私も新たみたいに音出したかったな。